クライブ、ありがとう。なんとか行けそうだ。シドも喜ぶ。親子で設計した船がいよいよ出航だ。追いつけそうか。あっちは新型の大型船で足も速い。それにこの季節は追い風だ。これまでの船ならとてもじゃないけど無理だろうね。でもこいつは違う。こいつはエンタープライズだ。父さんのミスリル機関なら必ず追いつけるさ。期待してる。兄さん、バルナバス王について知ってることは？歌に聞くくらいだ。大陸から渡ってきた流れ者で、剣の腕一つで王にまで上り詰めたと。そしてオーディンのザンテス剣、あれは万物を切り裂くとも。だが今悩んでも仕方がない。まずはできることをしよう。兄さん。ガム、ここにいることがバレたか。ミド、敵だ。え、時間を稼ぐ間に支度しろ。急げ。くっそったれ。総員配置につけ。ここで食い止める。片付いたか。みんな大丈夫？帰宅ができた。出航するぞ。
乗ってやろう。待て。そんな奴は確かに。あの違和感はこれだったか。兄さん、奴は人じゃない。魔法で生み出された魔物だ。お前たちはこんな奴らと戦っておるというのか。まだいけるか。当たり前だ。誰に言ってやがる。わしとて王子は首狩りバイロンと言われた身よ。この有象無象ども一人残らず血祭りにあげてくれるわ。メイド、聞こえるか。船を出せ、今すぐ。むちゃくちゃだよ。ああもう罰量急げ。全身微速だ。こいつらはアカシアを相手にするのと格が違う。みんな十分に気をつけて。何、巻き割りで鍛えた顔を封じして一刀両断よ。ダイナミック。分かった。どんだけ湧いてくるんだよ。逃げ場はない。やるしかないと言われなくても分かってるよ。そう、俺はこっちだ。クソってね。
何の用？食事を出すだけでこの始末か。無駄なことを。お前はミトスの贄だ。おとなしくしていろ。整備を急げ。この間にもアインヘリアルが遠ざかるのを忘れるな。船を漕ぐなど何年ぶりか。お前と再会してからというもの、毎日が賑やかだよ。お前たちの敵というのはどんなに強大か分かった。これからもずっと奴らと戦っていくのだろう。はい。人が人として生きられる場所を実現するまでは。へえ。まったく、何かを決意した時のエルイン兄上と同じ目をしておる。わしが共に戦ったとて斧が一本、戦においては微力に過ぎんからな。ならばランデラの給油を頼り、ダルメキア軍を動かして大きな力となろう。二人とも兄上の思い出話がまだまだあるんだ。わしが語り尽くすまで死ぬんじゃないぞ。いいな。分かってます。そちらもどうかお気をつけて。体をいとえよ、ジョシア。約束します、おじさん。待っておれよ、おいたち。必ず援軍を連れて戻るからな。じゃあな。しっかり漕ぐんだぞ。さあ、こちらが役目を果たす番だ。僕たちもしっかりしないとね。この山頂なんてことを。大変。
ってるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま前進全速。ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員戦闘用意。さあ大一番だ。引き寄せられたか、ミュートンス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。暫定圏にどこまで耐えられるのか。あれはまずい。くそ。やる気か？面舵いっぱいだ！
よ。話は後だ。では。立てるか。ええ、大丈夫。かわした。フェニー。お前も火の粉の片割れなら、その力で足掻いてみせろ。
大丈夫か？どうにか。あんな上に。死んではいないだろうよ。ミュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界はほどなく黒に染まる。全ての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも？世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ミュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。まだ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあかかってこい。ジラ、下がっててくれ。クライム、でも…心配ない、頼む。
どうした、もうしまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュートス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテバの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな行使で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された贄。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれただ食らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響を。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ジェル、行けるのか。長くは
持たないけどね。みんなは無事かしら？エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか？奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り、救ってきたわ。違うの？だが多くの人を殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。俺の唯一の答え。
なたが。またこうやって月を見よう。一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても、私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。この後すぐバルナバスを追う？いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。
一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから再びこの地。プレイステーション。